こんにちは、レクセン2講師大高坂愛子です。今日は愛子式合格サポート道場の質問が届いてるみたいです。はい、1つ目、どんな方に受講してもらいたい？はい、これはですね、私は記述多士選択っていうところで絞っております。なので一通り県民行学習された方で、合格に向けてしっかり取り組みたい方に受けてもらいたいと思います。はい、2つ目、推しポイントは？推しポイント、はい、こちらの道場は私個別相談つけております。私に活を入れてもらいたい方っていうところで、推しポイントはそこですね。はい、3つ目、対策できる科目は？はい、多士選択が憲法で行政法で、記述民法行政法、こちらの対策ができます。はい、4つ目、愛子式合格サポート道場の魅力とは？はい、そのままです。個別相談ついてる、はい、ということで、私が直接あなたに、サポートをしますので、そこが、一番の道場の魅力になってます。5つ目、こちらのスケジュールは？はい、スケジュールは、8月12日14時から8月24日18時から、これが渋谷駅前本校とズーム同時生配信になっております。あと個別相談別で3回つきます。はい、次に受講形態は？さっき言いましたね教室講義とズームが、それぞれ講義が2回やって、個別相談が対面かズームか選べますので、全国どこからでも受けられます。次、申し込むタイミングは？はい、タイミングは、一番考えてほしいのは8月入ったぐらいですかね。まず8月12が講義が最初になりますので、そこのタイミングまず狙ってください。で、個別相談3回ついてます。いつでも申し込みできますのでね、ぜひそのタイミング狙ってください。最後に一言お願いします。はい、いろいろ言いましたが今年合格目指す方、ぜひ申し込んでほしいです。で、私もこれ初めての道場なので、第1期生として合格勝ち取りたい方、ぜひよろしくお願いします。ということで、バイバーイ。ありがとうございます。